ボンジューメググです。今日は2回目のロックダウンが始まってちょうど2週間久しぶりの外出です。今回のロックダウンではお散歩などのお出かけは1回1時間1キロ以内というルールがあるのですが、お買い物については特に距離制限がないそうなので、今日はお散歩がてら久しぶりにお気に入りのブッシュリーお肉屋さんにお買い物に行こうと思います。パリでトップ10に入るおすすめのお肉屋さんなのでご紹介します。人多いな。この公園も前回は閉まってたけど今回は開いてる。何か撮影してる。最寄り駅はここユデブレです。お店はここをまっすぐ歩いて 300m 約4分くらいで到着します。実はさっきの駅とっても愛着があって、私が初めてパリに来た時に住んでいたアパルトマンがさっきの駅のすぐ目の前でした。懐かしいな。ここがおすすめのお肉屋さん、ブッシュリー・モデンヌです。このマダムのバッグ、この店のかな。かわいい。入り口にはじゃじゃん、付け合わせ売ってます。ショーケースに入ってます。おすすめはこれ、アリコトリュフ味のポテトとチーズが混ざったやつです。温めるとチーズがとろんってして食べ応えもあって美味しい。そしてそのまま中に進むと右側にはチーズが売っています。お肉とチーズ合うもんね。チーズの種類も結構豊富です。本格的。やっぱりチーズといったらフランスだよね。とかシャンパンが売ってたり。そして次はショーケースにあるのがソーセージとパテとか。美味しそう。この半レアローストビーフ美味しそう。上にぶら下がっているのはソシソン、日本でいうサラミみたいなやつです。すごく硬いけど薄く切ってワインのつまみなんかに食べたりします。そしてさらにタラーン、メインのお肉コーナー。フランスに来てびっくりしたんですけど、この部位の豊富さすごいでしょ。毎回迷っちゃうけど選ぶの楽しい。フランスではステーキの定番と言ったらオントレコット、リブロースです。あとはステーキタルタル、これはフランス流ユッケン、牛の生肉のステーキです。この2つはフランスのカフェご飯の定番です。生肉と聞くと日本人にとっては少し心配で、よく観光客の人にどのお店で食べたら安全ですかって質問されるのですが、フランスでは生肉タルタルはよく食べる一般的なものなので、美味しい美味しくないは別として心配せずにどこでも安全には食べられると思います。強いて言うなら空いているお店は回転が悪くて新鮮じゃないかもなので避けた方がいいかもです。牛の生肉、癖になる美味しさなのでフランスに来た時にはぜひ食べてみてください。あとは牛だとフィレやオングレ、横隔膜の部分も人気です。日本では霜降りなど脂の乗ったお肉が好まれますが、フランスではどちらかというと脂身の少ないさっぱりとしたお肉が好まれます。
しも脂身の少ないお肉が好みな人にはバベットという部分がおすすめです。バベットはハラミかな。これもビストロやレストランでよく見かける部位で、私もお家でよく食べています。逆に油大好きな人には思える骨髄がおすすめです。日本語で骨髄というとなんだか気が引けてしまいますが、伝統的なフランス料理の一つで、輪切りにして焼いた骨髄の中身をスプーンですくってチロンって食べます。これもフランス人の大好物です。これはステーキ屋さんに行くと食べられます。他にも珍しい部位だとテッドとボウ、子牛の頭とか、これは煮込み料理にしたり、日本ではあまり食べないウサギやカト、ハト、カエルやシカとかも食べます。ちなみに鶏肉は鶏よりも七面鳥の方が安かったりします。食べ方は日本のような薄切り肉を使う焼肉やしゃぶしゃぶはないので、大体はステーキや煮込み料理にして食べます。日本ではお肉はパッキングしてあるのが主流と思いますが、フランスではこうやってその場で部位を選んで何グラムとか何人前くださいって伝えると目の前でカットしてくれて紙にパパッと包んで渡されます。よく昔の日本みたいって言われたりしますが、慣れちゃうとこれぐらいでもいいのかなって思って、逆に久しぶりに日本に帰ると日本のパッキングの完全さにびっくりしたり。これね、メルゲイツっていうソーセージなんですけど、匂いすごくきついけど味が結構濃くて癖になる美味しさです。上にあるのはハムとか生ハムとかソーセージです。パッキングしてある生ハムもあるのでお土産にもおすすめです。ここはお店一押しラビオンドマチュレ熟成肉のコーナーです。このお店の熟成肉は32日間じっくり丁寧に熟成させているそうです。熟成肉はお肉の中のタンパク質が分解されて旨味成分が増した状態のお肉で、普通のお肉よりもちょっと黒っぽいのが特徴です。熟成していないお肉と比べると柔らかさと旨味が増してクリーミーで甘みがあります。そして熟成の香りが加わって焼くとほんのりナッツのような独特の香ばしさを感じられたりもします。熟成肉が高価な理由はもちろん保存などに手間がかかるのと、熟成させていく過程で外側をどんどん削ぎ落としていくので残る部分が少ないからだそうです。パリでもちょっと前から流行っていて、高級保湿付きレストランのメインディッシュとしても登場したりします。今回のお目当て、じゃじゃーん、これが丸焼き。こうやってぐるぐるじっくりと火で炙って作ってます。わー本当に美味しそう。余分な油も落ちるし、わー見てるだけでお腹がすく。美味しそう。これを一匹くださいとか言って袋に入れて売ってもらいます。美味しそう。チキンの丸焼きは大小2種類からチョイスできます。こっちの小さい方は2人分。プレラベルルージュ、ラベルルージュっていうのはこのマーク、生産条件や管理方法などなど細かい規定をクリアした高級品質の証です。スーパーなどでもよく見かけるマークで、お肉以外にもチーズ、卵、お野菜、フルーツなどつけられています。どれがいいんだろうって迷った時にはこのマークのついたものを選んだら安心安全です。そして右側、大きい方のチキン、こっちは3から4人分で、プレフェルミエ、フェルミエというのは農家という意味ですが、こちらは広い放牧場でのびのびと育てられたチキンです。両方とも高級品質の美味しいチキンです。ジブドレアンプレラベフルージュアベクジュジュシルブプレウェアプチメッシー。こうやってバサッて袋に入れてくれる感じもフランスっぽい。ウィッシュブペ、今最後に頼んだのは肉汁です。これは無料でもらえます。ああやってお肉をくるくる焼いてる間に、あそこの下に肉汁や油が溜まります。本来は捨ててしまうものなのですが、フランス人は知っている
あれこそ旨味の凝縮されたスペシャルグルメアイテム。これを食べる直前にお肉にかけるだけでジューシーさ100倍。それ以外にも再度お家でお肉を焼き直すときに表面に塗ったり、付け合わせのフィレ、マッシュポテトの隠し味に加えたりと、とっても便利な万能旨味アイテムです。さあ帰ろうか。あ、せっかくだしお隣でパン買ってこう。はい、ブランジェリー、ピューラも愛の色って意味。外観も可愛いけど名前も可愛いな。このブランジェリーは2018年にパリのバゲットグランプリで3位を取ったお店です。バゲット1本 1.10 ユーロ、約135円。帰ろっか。フランスでは美味しいバゲットといったら外がカリカリ中がもちもちのやつなのですが、このフランス人の言うカリカリっていうのが日本人にとってはとっても硬くて、毎回お口の中が切れて大変。それでフランス人のお友達に相談したら、なんだか口の切れない食べ方のコツみたいなのがあるらしいんですけど、毎回試してるけど未だに正解率何十パーセント。やっぱりあそこは気持ちいいな。早くロックダウン終わんないかな。小さい方頼んだけど、食うよりも大きい。おー、すっと切れる。中身、しっとりしてる。美味しそう。せっかくなので、フランス人のよく食べる組み合わせ、チキンプレートをフランススタイルにしてみました。メインはさっきカットしたチキン、付け合わせにサラダとマッシュポテト、その下にマスタードとキューピーマヨネーズ、アクセントにほんのちょっとナツメグを振りかけてみました。そしてフレンチご飯には欠かせないバゲットと、最後にお店で分けてもらった肉汁です。最後にこれ、旨味たっぷりの肉汁をかけて、いただきます。マッシュポテトというと少し手間のかかるイメージですが、フランスではなんとも画期的なインスタントマッシュポテトというものがあります。作り方はとっても簡単。お水と牛乳を混ぜたものを温めて、この粉を入れてくるくる混ぜれば3分で完成します。今日使ったのはこれ、1人前4袋入り、1箱 1.2 ユーロ、約150円でお手頃。とっても軽いのでお土産にもおすすめです。